はい、でも今日節分ってことで、よく豆まいて鬼退治するってあるじゃないですか。でその豆がどんだけ威力強いかみたいな、やっぱみんな知りたいと思うんで、ちょっと実際に豆がどんだけやべえかをちょっとみんなに見てもらいたいんで、お願いします。本日のお豆はダウン、こちら元禄の福豆、今年もお豆で幸せにってね書いてありますね。ここに可愛いねおかめさんかな、はい、いますんで、今からねこのお豆を投げてきますよ。お願いします。はい、普通のね、まず普通の豆まきはね、はい、鬼は外、まあ、痛くない、痛くない、全然痛くない、これは鬼退治できない。そう、だ本当に退治するときはこう鬼は外ってね。いや、まだいける、まだいける、まだ痛くない、まだいける、まだいける。じゃあね、ちょっといきますよ。鬼は外、どうでしょう、どうでしょうけど、いや、めちゃめちゃ痛いけど、ちょっとこれは倒せないから、ちょっとこっち、ああ、そっちね。じゃ、なんか顔隠した方がいいんだよ。顔隠す、これコントロールそんなよくないから。戸惑い、いや、そう、それでいく。画面は富士山で守っていきます。セゴー、お願いします。あれ、体もっといくよ、はい、あ、ちょっと怖い、これはちょっとやばい、鬼は外。どう痛い、お、いい、痛い、いいね、これは痛い、本当に痛い。ということでね、やっぱり本気で投げるとね、人には痛いということでね、皆さん、鬼に投げてくださいね。はい、これ美味しいからね。いや、豆めっちゃうまいから、大豆だからね。痛いんだけど、タンパク質が 21.7g で、非常にね、筋トレしてる方にはおすすめです。ぜひ召し上がってくださいね。もう赤く、わかる、ここも赤くなってる。いや、でも結果デベソってよね。いや、ここは当たってない、デベソ、はい、じゃあまた以上です。またね、なんか季節の席があったら一応ね、バレンタインがね、14日にあるんでね。あ、チョコレートみんな作って、まあ、お店持ってきて、ね、トラック1台分ぐらい欲しいな。俺たちチョコレート大好きだから、はい、チョコレートちょうだいって感じ。お願いします。バイバーイ、さよなら。